プリンス・エドワード諸島、クローゼー諸島推定位置、ベラ事件は南大西洋の先行としても知られる。1979年9月22日にアメリカの人工衛星、ベラホテルが南極大陸沖プリンス・エドワード諸島付近で二重の先行を探知した事件。先行は核兵器由来のものだと考えられており、その中で最も有力な説は、 南アフリカとイスラエルの共同核実験によるものだとされている。このトピックは大きな議論となり、2016年にジョージ・ワシントン大学の国家安全保障アーカイブの研究者は南大西洋の先行についての議論はここ数年で人工兵器の実験についての側面に移行したと指摘した。二重の先行のシグナルは大気中での核実験の特徴である一方で、 古い衛星の経年劣化した検出機により生成された偽の電気信号や流星物質が衛星ベラに衝突したことによる可能性もあった。空気中の核副産物の存在など爆発を裏付けるものは確認されず、空中の放射性ダストを検出するためにアメリカ空軍が設計したボーイング WC-135 による当該地域の数々の飛行でも検出されなかった。 アメリカ国防情報局、アメリカ海軍研究所、防衛受けを異業者などを含む他のデータの検査官も先行は核爆発によるものではないと結論づけた。事件に関する情報の一部は国家機密のままである。クリーンルームのベラマイナス -5A、b a a 2二つの衛星は打ち上げ後に分離する部分的核実験禁止条約に違反する。 核爆発を探知するために特別に設計された様々なセンサーを搭載したアメリカのベラ衛星ウォープス6911が1979年9月22日午前0時53分に二重の先行を探知した。ベラはガンマ線、X 線、中性子の探知能力に加えて 大気中の核爆発に関連する二重の線光を探知可能なシリコンフォートダイオードセンサー、バングメーターを2つ搭載している。衛星は、クローゼー諸島とプリンスエドワード諸島間の南位47度統計40度、南位47度統計40度、マイナス4740での小規模大気、中核爆発特有の二重線光を報告した。 ベラ衛星が探知した過去41回の二重、先行は後に全て核爆発と確認されていた。アメリカと NATO が創設したソ連潜水艦探知用の音響監視システム及びテストミサイルの担当が着水した位置を探知するミサイル、衝撃位置システムなどの他のシステムデータも、当該地域での核爆発の可能性について、さらなる知識を得るために調査されたが、このデータは、 核兵器爆発の実質的な証拠としては不十分であることが判明した。アメリカ空軍の WC-135B 偵察機25ティが二重の先行が報告された直後にインド洋の当該エリアを飛行したが、核放射線の痕跡の検出に失敗した。風力パターンの研究ではインド洋南部での爆発によるフォールアウトは オーストラリア南西部まで運ばれた可能性があると確認した。事件の直後にオーストラリア南東部のビクトリア州とタスマニア州の羊から低レベルの要素131が検出されたと報じられた一方でニュージーランドの羊にはそのような痕跡は示されなかった。1979年9月22日の朝にプエルトリコのアレシボ電波天文台電波望遠鏡は 異常な電離走波を探知した。電離走波は南東部から北西部に移動したが観測史上前例がない出来事だった。1979年9月22日にベラエ星6911の2つのセンサーが検出したバングメーターの光パターン出来事が大になった後、アメリカ国防総省は出来事は爆弾の爆発、または稲妻、隕石。 太陽の輝きなどの自然現象の組み合わせのいずれかだと明らかにした。1979年10月の米国海軍研究所の技術サポートを受けたアメリカ国家安全保障会議による初期の評価ではアメリカのインテリジェンスコミュニティはこの出来事が低出力の核爆発だという強い自信を持っているとしたが放射性ダストは検出されておらず裏付けとなる自信または 水中音響のデータは存在しないとされた。あとの NSC の報告書では核実験が行われたかどうかについては決定的ではないと立場を修正した。それでも同報告書では核実験が行われていた場合責任は南アフリカ共和国に帰するべきだと結論づけた。ジミー・カーター政権は科学技術政策局に対しベラホテル6911 のデータを再調査し、探知された選考が、各実験によるものかどうか判断するために、計続専門家の委員会の招集を求めた。結果は、大統領任期中及び、核の拡散防止と軍縮がテーマとして、特に取り上げられた1980年の大統領、選挙再選運動時に、カーターにとって重要なものとなった。ソルト通常薬は3ヶ月前に署名され、 アメリカ合衆国上院により批准を待っている状況であり、イスラエルとエジプトは6ヶ月前にキャンプデイビッド合意に署名していた。カーター大統領の科学顧問でオスプ局長のフランクプレスにより証拠を評価し事件が核爆発による可能性を判断する科学と工学の専門家の独立委員会が任命された。科学委員会自体の会長は 国防総省の国防高等研究計画局の元局長でマサチューセッツ工科大学博士のジャックル・イナが止めた。1980年夏の報告では委員会は探知された工学的痕跡は実際の核爆発とは特に衛星の2つの検出器によって測定された強度比において重要な違いがあると指摘した。現在は機密解除されている報告書では ベラホテル衛星による測定の詳細が含まれている。爆発を探知したのはいくつかのベラ衛星の一つに搭載された二組のセンサーだけであり、他の同様の衛星は地球の別の部分を監視していたか天候の状況により同じ出来事の観測を妨げた。ベラ衛星は過去にフランスや中華人民共和国などの国々による十一回の大気中の核実験を探知しており、 その後に放射性硬化物の試験を含む他の手段によって確認されている。ベラ事件の核起源の裏付けとなるものがないことはまた二重の先行シグナルが未知の起源の偽の動物園シグナルであり、おそらく流星人の衝撃によって引き起こされたことが示唆された。そのような核爆発を模倣した動物園シグナルは過去に数度受信していた。それらの報告書では、 先行のデータは過去に観測した核爆発からのシグナルの多くの特徴を有しているが、慎重な調査では9月22日の出来事における光の痕跡に重要な偏りがあったことが明らかになり、核の出来事としての解釈に疑問が投げかけられたと指摘した。彼らの最良のデータ分析ではセンサーが適切に構成されていれば先行の起源は 偽の動物園の出来事だと示唆した。従って、彼らの最終決定はシグナルが、核起源の可能性は排除できないとする一方で、関連する科学的評価における我々の経験に基づき、9月22日のシグナルはおそらく核爆発によるものではないというのが、我々の共同判断であるというものであった。ビクター・ゴリンスキーは、科学委員会の発見は、 政治的動機に基づいていると主張した。核爆発が二重の先行シグナルの原因だとを確認したような一部のデータが存在する。同時刻に移動する異常な電離層の乱れがプエルトリコのアレシボテン問題で観測されたが地球の別半球で数千マイル離れていた。数ヶ月後に西オーストラリア州で行われた試験で一部の核放射線レベルの上昇が見られた。 ニュージーランド国立放射線研究所による詳細な研究が行われたが、過剰な放射能の証拠は見つからず、アメリカ政府が出資した各研究所においても同様だった。ベラホテルプログラムを手掛けていたロスアラモス国立研究所の科学者たちは、ベラホテル衛星の検出器は適切に機能しているとの確信を表明した。当時エネルギー、 核拡散に関する上院小委員会の事務局長だったレナード・ウェイスもまた特別委員会の発見について懸念を示しイスラエルの核実験だとする増大する厄介な意見に対抗するためにカーター政権によって仕組まれたものだと主張したイスラエルの核プログラムに関する具体的な情報は委員会に共有されずそれゆえに委員会の報告書では政権が求めていた 最もらしい否認を作り出した。核爆発が起きていた場合、それは、インド洋、南大西洋、アフリカの南端、南極大陸の小部分を覆う直径4 8 0 0トルの円の内部で発生した。ベラ事件よりかなり前に、アメリカの情報機関はおそらく、イスラエルが独自の核兵器を保有していると評価していた。ジャーナリストのシーモア・ハーシュによれば、探知されたのは、 インド洋での第3回イスラエル南アフリカ共同核実験であり、イスラエルは IDF の艦船2隻とイスラエル軍人と核専門家の代表団を実験のために送ったという。作家のリチャード・ローズもまた事件はイスラエルが南アフリカと協力して行った核実験であり、アメリカ政府は南アフリカとの関係の複雑化を避けるため恋に、 事実を不明瞭にしていると結論付けた。同様に、レナード・ウェイスは、実験がイスラエルによるものだとのいくつかの主張を提供しており、歴代の米政権は、外交政策を悪く描写する、可能性のある、望ましくない注目をそらすために実験を隠蔽し続けていると主張した。2008年の書籍、ザ・ニュークリア・エクスプレス、エーポリティカル・ヒストリー・オブ・ザ・ボム・アンド・ウィッツ、 プロリフェレーションでダニー・ビー・スティルマンとトーマス・シー・リードは二重の先行は南アフリカとイスラエルの共同核実験の結果だという意見を述べた。デビッド・アルブライトはブレティン・オブ・アトミック・サイエンティストに掲載された二重の先行の出来事についての自身の記事で仮に1979年の先行が実験によるものだったなら大半の専門家はおそらく イスラエルによる実験であることに同意すると記述している。2010年には1980年2月27日にジミー・カーター大統領が自身のダイアリーに我々の科学者たちの間でアフリカの南端付近の海洋でイスラエルが実際に核実験を行ったとの考えが広まりつつあると記述していたと報じられた。スタンフォード大学国際安全保障協力センターの レナードウェイスは、ベラ事件が南アフリカが支援したイスラエルの核実験であるという証拠の重みは圧倒的だと記述した。リードは、ベラ事件はイスラエルの中性子爆弾の実験だと考えていると記述した。公表されているデータによれば、当時当該地域を監視していたアクティブ状態のベラ衛星はなく、その絶好の機会をイスラエルが特に選んだことで、 実験は探知されなかったであろう。しかし、アメリカ政府によって公式に退役リストに入っていたが、データの受信は未だに可能だった10年前のベラ衛星が爆発を探知した。加えて、イスラエルは台風の中で実験を開始することを決めた。モルデハイバルヌによれば1984年までに、イスラエルは中性子爆弾を量産したという。南アフリカ共和国は、 当時核兵器計画を有しており、事件の場所は、同国の地理的位置に属していた。それにもかかわらず、同国は1963年の部分的核実験禁止条約に加盟しており、アパルトヘイトの集結以降、南アフリカは、同国の核兵器計画についての大半の情報を、開示した。国際的な査察及びその後の国際原子力機関の報告によれば、 南アフリカは二重の先行事件から2ヶ月後の1979年11月までにそのような核爆弾を製造することはできなかったと報じた。IAEA、e、はさらに南アフリカの核爆弾の疑惑のすべては説明可能だと報じた。アメリカ軍備管理、軍縮局向けに作成された中央情報局の1980年1月21日付の 報告書では以下のように結論付けた、要するに国務省インドルピーは南アフリカが9月22日に核実験を実施したという主張は決定的ではないとしたが、もし核爆発がその日に起こったのならば実施した可能性が最も高い候補国は南アフリカである。1977年11月4日に採択された 国際連合安全保障理事会決議413では南アフリカに対する強制武器禁輸措置の導入とすべての国家に対し核兵器の開発、製造において南アフリカとのいかなる協力も控えるよう要求した。1979年にサッシャポラコースランスキーは南アフリカは核兵器を実験できるほど発展していない都市以下のように記述している。 10月の初週までに国務省は南アフリカはおそらく犯人ではないと気づいておりイスラエルはより有望な候補者だった。1979年 DIA は1963年の部分的核実験禁止条約に違反して行われた実験はソ連による可能性を報告した。ソ連は20年前の1959年に ソビート連邦とアメリカの二国間で結ばれた1958年の一時停止措置に違反して太平洋で国費の水中実験を数回実行していた。インドは1974年に核実験を実施している。インド海軍がこれらの南の水域までの活動が可能であることからインドが兵器を実験した可能性も考慮されたが、これは非現実的かつ 不必要として退りけられたに署名及び批准しており、初実験の際にも遵守していたことやインドは、同国の核戦力を隠してはいないという事実のため。アメリカ国家安全保障会議が要求した、省庁間情報覚え書1979年9月22日の出来事ではパキスタンが、極秘に、同国の核爆発技術の試験を望んでいる、可能性を分析した。 二重の先行以降、核実験が行われていた場合、フランス領のケルゲレン、諸島の西部からそう遠くない地点で起こり、フランスが小型の中性子爆弾、または他の小型の戦術核爆弾の実験を行った可能性がある。引用された1981年のロス・アラモスの報告書1980年以降、少量の新たな情報が見つかったが、大半の疑問は、 未回答のままであった、この文章の短い形式は、後の国家情報会議の1985年9月覚書で使われた。さらにゲルハルトは、南アフリカ海軍の艦船は関与しておらず、核実験の直接情報も有していないと述べた。1993年に、当時の大統領のフレデリック・ウィレム・デクラークは、南アフリカは、実際に、 組み立て済みの核兵器6発を保有し7発目を製造していたが、それらは解体されたと認めた。ベラ事件、または南アフリカの核兵器計画におけるイスラエルの協力についての特別な言及はなかった。中央情報局が支援する評判の高い科学者たちの委員会は1979年9月22日の夜にアメリカのベラ衛星が探知した南大西洋の 奇妙な光は核実験の可能性が高いと結論づけた。ありがとうございます。